時効代理人2期第5話最後の晩餐見ていきたいと思います。なんかすごい嫌なんだけどね、若干不安ではあるよ。誰かが今から最後の晩餐を食べるのかなっていう気はある。怖いね。で、前回がね、やっぱ双子説濃厚っていうところまでは分かったんだけど、まあ実際に双子だとして、で、双子じゃないとしたら一人二役の可能性あるんだよ。あのピンク髪がどっちかどっちをやってるとか分かんないし、ワンチャンなんか病気っていうか二重人格的なね、なんかそういうあれとかもあったりするんじゃねえかなみたいな、分かんないから早速見ていきたいと思います。もしこの動画がよかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。今のところメインで動いてるのは男の方だと思うんだけどな。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1スタート。これが誰かが分かんない。これでもお兄ちゃんって言ったことはまあ妹ではあると思うんだけど、これがだから双子の妹じゃない？同一人物なんじゃねえの？誰だこいつ、関わる？そう、これ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 、今やってるゲーセンのこれ、ここで接触して、あ、いや、まあ接触っていう言い方もあれだけど、それじゃ取れないぞとかわざわざ教えるかな。まあ別にあったところで何がっていうあれは俺は分かんないんだけどさ。だから妹のふりをしてるお兄ちゃん説と、お兄ちゃんのふりをしてる妹説と、双子説と、あとなんかあるか。だから、わかんないんだよな。実際に双子だったとしたら、わかんないんだよな。今警察に来てるのは女の子っぽい。女の子っぽい。まだなんかよく見てないからわかんないんだけど。で、病院、あの日の夜病院に行った時は、男の方だったから、男っぽい格好っていうか。ああ、だからなんかまだそこがはっきりしないんだよな。わかんねえな。始まるぞ、この後第5話最後の晩餐。本編開始。あ、マジのテクじゃん。壊れないんすよ。でもこの撮り方実際にあるんだよ。お。
めっちゃむずいらしい。村瀬の声だよ。村瀬だよな。っていうことはなんか中の人的に双子説もありえるじゃん。おお、マジでいいのか。でもお兄ちゃん無駄せの声じゃん。こいつが殺したんじゃねえか。誰を殺したのかいまいち理解してない。お母さんなんかお兄ちゃんなんか誰を殺したのかもわかんない。かっこいいぞ。村瀬だよな。村瀬だなぁ。なんで？おお、かっけー。
大変だな。なかった。なんか目赤くねえか。あ、そっか、目赤いんだな。そっか。じゃあ。あ、いや、目赤くねえか。お兄ちゃん。お兄ちゃん説。やばいか。なんで隠すんだ。厳しいのかな。最後の晩餐ってこれか。こいつ絶対やべえやつよ。ファミリー用の横に一人暮らしって悲しいよな。俺みたいだ。死ぬ。お兄ちゃん。時のか出しっぱにしとったけんな。Huh?
こいつか。おいおいおい、違う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 。これでお母さんが死ぬんか？やっぱ。口動いてる。ああ、やべえ、これお兄ちゃん死ぬじゃん。おや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 。ああ、ダメ、なんだよ、今ゲームやってるから。今ゲームやってるから。気づけ、気づけ。ああ、そう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 。ああ、マジか。おい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 。ああ、なんで。
じゃあお父さんとお母さんが死んだ。お、助けろ。あ、でも通報しますよ。ああ、やべえ、動く。TNC だけ妹の方よね。ああ、いや、一個思ったのが、サッカーボール取ってくれたのが、いや、でもどうやって行ってんだ？自分の姿のまんま過去に行けたりってできたっけ？ああ、なんかあったような気がする。違ったっけ？なんかそれ一気であったような気がするんだよな。一個思ったの、なんか顔の下半身がそっくりじゃなかった？違う？おやおや。で、本当はあそこでお父さんとお母さんが死んでるんでしょ？でもあの状況でどうやって双子は生き残るの？お兄ちゃんが頑張ったとかなんかな？でもなんか最後動いたっぽいぞ。動いちゃったよ。でも声が一緒だけんがさ、どっちの可能性もあんだよな。妹のまんまの可能性もあるし、お兄ちゃんが妹の格好をしてる可能性もあんだよな。でも、一個思ったのが、やっぱお兄ちゃんの目が赤いじゃん。お兄ちゃん能力者で、もうすでに能力を使って、その過去にいる可能性とかない。でも、切れねえよな、そこまで考えたら。でも、あれが事実だとしたらな、むずい。いや、だけ一人二役にすんなよ。なんで両方村瀬なんだよ。あれで声違ったらなんかまだ考えることできたんだけど。声一緒だからわけわかんねえよ。でぇ。むずいって。どうする？俺は困ってる。大変。いやー、あの感じはね。どうなんだ。
いやでもね、だけまあ少なからず動いたことによって多分多少影響はあんじゃねえのか。あれじゃあ今なんで面会してんだ。あれいつの話だ。どうやって面会してんだ。ダイブしてる最中じゃねえのか。ダイブ終わってからの話か。戻ってきてって考えたら妹が生きてるっていうルートにはなってんのか。で、お兄ちゃんは死んでる？いや、だけど今面会しとる最後のシーンよ。最後のシーンのその面会がいつ、あ、いや、違う。だけど後よ。帰ってきてからや、もう確定だろ。それは。じゃないと合わんもんな。っていうことは少なからず妹は生きてるか、違うな、3パターンじゃない。だから、妹が生きてる。お兄ちゃんが生きてて妹の格好をしてる。お兄ちゃんも妹も生きてる。どれか。あ、もうわかんねえ。次回はいつだ？木曜の2時5分か。仕事があるからね。多分木曜の夜か、それ以降じゃない。第7話が出るまでには第6話見てると思うわ。ああ、困っちゃったね。大変。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしておりますが、概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、時効代理人2期第5話、最後の晩餐でした。ありがとうございました。7人。